はい、そんな感じで今日も小人図鑑の時間がやってきました。今日の小人さんは5番ってことは土の小人。では早速開けてみましょう。はい、それでは今日もラムネからいただきましょう。あれうまっ。完成しました。これはもう探検隊の人の表情からも分かるように土の子やんって思ってますよ、これね。でもよく見ると小人さんでした。気持ち悪いですね、これは。今までの土の子の噂はこの土の小人だったのかもしれませんね。はい、そんな感じで今日の小人図鑑は土の小人でした。大成 TV